見つかった。彼の姿は見当たらなかったわ。こっちにもいなかったぜ。おかしいな、オイラたちもだ。一体どこに行ったんだ。みんな、あ、アルベド、大丈夫か。問題ない。やっとみんな揃ったわね。みんな、俺思ったんだけど、俺がいたからこんな雪崩が発生したのかもしれない。カラスマークの表裏で運勢を判断するのってやっぱりダメだったみたいだな。道理でみんな俺と一緒に冒険したくないわけだ、はあ、みんな本当にごめん。そんなこと言わないで。私も別に運がいい方じゃないわ。これ式のアクシデントを君のせいにするつもりはない。そうだよ。それに雪山はもともととっても危険なところだし、雪山で雪崩に遭うのだっておかしなことじゃないよ。運が悪いのは関係ないって。旅人、どうしたの。どうしたんだ、顔色が悪いぞ。あ、もしかしてお前も頭を打ったのか。ふぅ。みんな災難に見舞われてしまったが、引き続き前に進もう。なんだか雪山が以前よりも危険に感じるわ。気のせいだといいんだけど。今は一刻も早く麓に行き、冒険者たちと合流することね。万が一また危険な目に遭っても、みんなと一緒なら対処できるわ。うん、みんな足元と頭上に気をつけながら慎重に前に進もう。方向も間違ってない。もうすぐ麓にたどり着けるはずだよ。勝利はすぐ目の前だ。やったな。拠点に着いたらあったかいスープを飲んで焼肉を食べるぞ。みんな無事にたどり着けますように。もう事故は勘弁してくれ。おい、どうしたんだ？さっきからぼーっ。何かがおかしい？うん。お腹が空いたのか、それとも体が冷えたのか。はっ？こんなに長く雪山にいるなんてめったにないな。寒いけど、本当にいい景色だよね。エウルアもそうだと思わない？エウルア？ほら、ごめんなさい、聞いていなかったわ。何か言ったかしら。昔雪山へエウルアを探しに来た時はいつも決まった場所だったでしょ。でも実際ここは私の想像よりも広くて風景も美しい場所だった。気温がもう少し高くてもう少し安全だったら、きっと多くの人がここに遊びに来てたと思うな。そうね、人々はいつも寒さを恐れ危険を回避するけど、氷層がただの表面であることを知らない。氷の下に隠されているものは慎重に見極める必要があるの。アルベド、ここが山を降りる道なの？ああ、この辺りは道が複数あるみたいだな。あ、でもさっき頭をぶつけたからかまだフラフラしてて。こっちの道でいいのか。合ってるかどうか正直自信ないが。私もまだ頭がクラクラする。なんだか目が回ってる感じ。もしかしたらお腹が空いたからかも。どちらでも構わない。そっちと比べるとこっちの道は隠れた場所にあるが距離が短い。今日はみんな疲れている。近道をした方がいいだろう。ついてくるといい。
待って。みんな、ベネットとアンバーの顔色が悪いから、少し休憩してもいいかしら。具合が良くなってから出発しましょう。そう言われれば。え？私？さっき混乱した状況の中、頭をぶつけていたわね。気づいてたんだ。でも、こんな些細なことでみんなに迷惑をかけて、大丈夫かな？大丈夫。体の方が大事だ。うん。ごめんね。ありがとう。みんな、ありがとな。ふん。めまいがするときは、水を飲むと少し楽になるんだ。それと、横になるのも効果的だぜ。ありがとう、ベネット。こういうのに詳しいんだね。日常生活からの贈り物ってやつかな。ベネットもめまいがしていたんでしょ？二人とも強がっていないで、休憩しなさい。出発はその後でいいわ。エウルアって冷たく見えるけど、友達のことを気にかけるときって誰よりも真剣だよね。エウルアのそんな表情を見ると私、おお、睨まないでよ。旅人、顔色が悪いけど何か考え事？長く戦い続けてきたものの直感ってやつかしら。私もなんだかおかしな感じがするわ。何かが変わったような気がする。でも確信はできないし、確証もない。これらの推測を安易に口に出すわけにはいかないわ。君も同じようなことを考えているはず。旅人、私思ったんだけど、君は